グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。U-24 日本代表は3日、東京五輪の準決勝で U-24 スペン代表と対戦した。今シーズンの J リーグはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試しみ、中、 115分に途中出場の FW、マルコワ選手をり5、ルを破られ、延長戦までもつれた激闘は0、1で戦。2大会ぶりの準決勝に挑んだ日本は、またし、も敗退に追い込まれた。この試合の前、先発目、バーが発表された際に、選手リストを見て、驚き、だ。ついに、三戸真香薫が、 ベンチ外となったのであ、川崎フロンターレの一員として参加した FC、f c 1ンピオンズリーグ、ACL のウズベキスタン遠征で、太ももを痛めて帰国したミトマは、別メニュー、生が続いていた。それでも東京五輪初戦の U24 アフリカ代表戦前には、本人曰く、60から75%の状態まで、っていたという。そして、グループステージ第2の U、 24メキシコ代表戦に終盤から途中出場。本の姿にはほど遠いプレーぶりではあったが部に戦列復帰を果たしていた。その後も森安はじめ、ただしは三間を継続的にベンチ入りさせてはい。準々決勝の優二24ニュージーランド代表戦も終盤らの途中出場で決してインパクトを残せてとは言えない。 ここまで2試合40分間のプレーに止まっている。それでもメダルをかけた戦い、どこかでラストピースになってくれること期待していたのだろう。だが、道は断たれた。3はスペイン戦でベンチ外となり、メダルをかけた戦いに挑む権利を与えられなかった。 式もなかなか上向かないコンディションと例てこないプレーの切れ味を懸念したのだろう。ミトマは準々決勝のニュージーランド戦につい、自分の特徴を出すことがなかなかできなかったので、満足いくプレーはできなかったです。得点を期待されて出ているので、結果を残せ、くて、悔しい思いはしていますと語っていた。合翌日の練習前には、 森安監督と二人で話す姿あり、今のコンディションと起用の仕方と例の内容を自分がどう感じていて、外からどう感じていたかについて意見を交わした、言う。だが、ニュージーランド戦がラストチャスになってしまった。自分は少ない時間でも印を出せるプレイヤーだと思っていたと、こ,こまでのプレーと現在の調子の間にできてい、ギャップを埋められないままだった。 心不に自分自身に少し迷いがあったり、普段のプと少し違うところが出たり、頭のところと意地ル的なコンディションが自分自身がっている100%に達せていないなと思います。出せ。はずのプレート、出したいプレート、出せるプ。 頭と心と体のバランスが狂ったまま、ど、どんと不振の深みにはまっていってしま、ピッチに立ってもどこか後ろ向きなプレー目立ち、取材時もなかなか前向きな言葉が出、こなくなっていった。そして、ミトマを活用でき、勝ったことが、他の選手の起用にも影響を及び、してしまった。準決勝のスペイン戦、延長戦に、手からどんどんと攻撃的な交代カードを、りたかったところだが、 4人の交代を終えた後、日本のベンチに残っていたのは DF が2人と GK が1人、け。その前の段階でも、久保武房や同案率に比が見える状況で、代わりとなる選手を十分に、り込めなかった。本来は最前線のストライカーとして起用したかった前田大地狩りをサイドで、わざるを得なくなったのも、スペイン優勢の回を考えれば痛手だった。 森安監督は信頼し、ギリギリまで復調を待ったが、三マというラッピースがはまりきらなかったことで、地位には少なからず、歪みが生まれていた。J リーグの爆発的な活躍ぶりから期待が大きかった。ケニ、結果として残った失望も大きい。取材、船木渡る、涼 <music>